AI 手書き、手書きくんと言います。手書きくんと呼んでください。テキストさえくれれば、あの手書きくんがあの学習した文字でそれを書くことができます。その人の文字じゃなくても、なんていうんですかね、もっと綺麗な人の字で書きたいっていうのであれば、綺麗な字であの納品することができます。じゃあ実演しますね。まず一番初めに、書きたい文章をこの紙に書きます。これをカメラで写真撮ってもらいます。弊社のメールアドレスに送っていただくということをします。どの紙に書いてもらっても大丈夫です。写真でその文字が読めれば大丈夫です。この文字で例えば全然違う文字を作るっていうのはできない。例えばこれでアルファベット書いてくださいっていうのもできないですけど、これをこの文字をそのまま書くことはできます。なるほど、はい。じゃあ今、まあ、じゃあやっぱりその人の文字の筆跡は大きい要素の一つだと思っています。文字の形だけじゃなくて、文字同士の、まあ、間の間ですよね。あの友人の会社で、まあ、ウェブマーケティングを、まあ、やってほしいということで、まあ、いろんな広告をやったんですけど、もう全然効果が良くなくて、でその人たちってもう LINE 使わないとか、まあ、メール見てないとかっていう人たちだったんですね。で代わりに何見てるのかっていうと、あのファックスは読みます、で手紙来てる手紙は読みますということで、で、まあ、その友人はまあ手紙をまあ書いてるわけですね。やっぱりこう原点に戻ってというか、その気持ち届けるにはやっぱ手紙がいいということで、たくさん書ける方法ってないかなっていうのがきっかけです。綺麗すぎる文字ともらって嬉しい文字って違うと思っています。等間隔で並んでるのがやっぱ綺麗なんですけれども、ギューってなって、あ最後一生懸命書いてくれたんだなとか、やっぱそういうところに手書きの良さっていうのあるんじゃないかな。同じ文字書き続けたりとか、まあ、同じ行間だったりとかしたら、まあ、これすごいロボットだって分かってしまうので、まあ、それがいかに人間に近づけられるのかっていうのは、まあ、リリースはしましたけど、まだあの研究段階ではあります。はい、このサービスは手紙を通して気持ちを伝えるサービスだと思っています。やっぱり忙しくて、まあ、なかなか書けないっていう人でも、まあ、気持ちを届けたいっていう人たちが使ってくれたらいいなと思っています。